はい、4戦目パンダさんよろしくお願いします。パンダさんもね、先ほどはありがとうございました。うん、ニコ生の方でね、広島のパンダさんよろしくお願いします。ゴッテスですね。ゴッテスか、38位、マジかマジか、ゴッテスな、どう戦うか。うわ、シャッフル飛んできたな。まあホトラ効くかな、効かないかな、効け、効かないと勝ち筋がない。おし、しゃ、こいつは勝った。下げろ、おげい、よし、あとは叩いていくだけだ。あとは叩け。 MP 回復はしたかな。どうするか、まあアタックカンタ打っといて、まあ、だって MP は残り少なかったみたいでござんすね。カウンターいけ、よし。ゴッテスはね、確かヒットポイントはね、そこまで高くなかったはずなんですよ。うん、確かね、持ってないからちょっと何とも言えんのだけども、 OK、 ゴッテス攻略。ね、スライダーク、レオパルド、トーポ、メタルキング、まあ身代わり封じ打たせていただきます。そしてシャッフル中なんでね、こっち先動けるはずなんですよ。うん、どう考えてもね、こちらの方が S は遅いんでね、暴走期間。ラブリー、うーっすー、身代わり打たれる、身代わられる、バイキースクルト固められた、しっかり固められた、マジか、ステルスアタック飛んでくる、あ、飛んでこない、カブト割り、バイキルとカブト割り、こいつは厳しいね、こいつは厳しい。身代わり封じで、なんとかなんとか身代わりだけを封じてくれ。封じさえすればね、こちらのチョコゴーレムが、うん、息を吸い込んで今テンション上げたんで、一気に絶対レイドをぶち込んでくれるはずなんですよ。よくやった、クルド打ってくるね、固めてくるね、オーロラブレス。ブレス系はね、そこまで効かないよ。うん、まあ150、ギャンブルボディ、パーフェクトボディ、強い強いな、スライダーク、スライダーク強いわ。どうするか、とりあえずこちらもスから打たせていただいて、いや、ステルスアタックが飛んでくるので、スクルト身代わり、そして身代わり封じ打ちつつの、オッケー、来てる、空裂弾行こう、あ、行こう、身代わりはさせない、メタルキングよ、そこでじっとしていろ。こっちはさせていただくけどね。勇気の旋風、これは確かテンション上がるやつじゃなかったかな。つえー、つえー、
ッケーよくやった、ナイス判断や、ナイス判断や。聞きません、食らわせろ、アタックカウンター、アタックカウンター来たー。身代わり封じはね外せない。いやけどね、次のターン身代わり予測して、いやそれでも身代わり封じは打っとくべきからのスクルト打って、空裂斬が効かない、ダモ、お前は自由にやっといてくれ。そして身代わり、こういう時はね一角流自由に行動させるのが一番いいんですよ、うん、どういう時、身代わりどうする、身代わりどうするか、してこないだと、してくるよね、それでもやめられないよね、身代わりはそれでもやめられないんだよね。オッケーオッケー、あーそうなんだよ、テンション上がっちゃうんだよな。バイキルトされたか、これは早めにキリをつけないと粉砕されてしまう。マジバリ打って、うん、ピオリム素早さ上げておいてくれ。ポイントではねだいぶ負けております。ナイスジバリカ、ステルスアタック、プレッシャーがすごい。ドラゴン切り、うわー強いなー、一発逆転ないか。身代わり封じ、テンションも上がってるからな。こうする、これでいこう。おっしゃい、やめてくれー、こいつは積んだかな。オッケーよく耐えた、頼むパルプンテで一発逆転を、大逆転劇を。実況者補正を出せ一角流、実況者補正を出すんだ、出す前に死ぬ。こいつはまずいことになったな。勇気の旋風とは一体何、強くねえか。こいつはまずいことになったぜ、止まんねえよ、もうスライダーク止めらんねえよ、スライダーク止まんねえな。なんとか、なんとか、とりあえずもう身代わりは仕方がない。何？よろしい、どうや、これがエテの実力だ。よし、とりあえず、とりあえずベホーマーズン、ベホーマー打てないな、ベホーマーラーでいこう。そしてパルプンテ身代わり、これでこれでどうだ、まあしゃあないな、それは仕方がない、身代わりを打っていいよ、うん、こっちも身代わり、ステルスアタック、回復しろ、今のうちに回復しろ、ちょっとでもいいね、マジックバリアで固めてね、うん、ピオリム、できればスクルトが良かったね、そこはバイキルトで攻撃力、スライダーク止めらんねえわー、メタキン耐えれんだろうな、もうそろそろ、よくやった、
さあまずい。ドラゴン切り、うわー厳しい。よしよし、もう MP ないな、ないと見ていいな。あれはスライダーこうしないか、猛毒パネーなー。裏はもう落ちてるんだよな。どうす、何かないっすか。いけ、もうダメだ。ああもうダメだよ、そうなるよな、知ってる知ってる。いや、うわ精霊の歌、けどまあファイナルラウンドだからね、最後に精霊の歌かましてみんな生き返っても、まあ結局はポイント差の負けっていうことですね。まあそういうことだな。こいつは負けました。落ちないよな、誰も落ちないな。うわゴッテス落とせて、ゴッテス落とせたからね、ワンチャンあると思ったんだけどな。パンダさん強い、参りました。ゴッテスまでは調子が良かったんだよ。しかしスライダークだとかトーポだとか止めらんなかったね。うん、はい、パンダさん対戦ありがとうございました。